アルジェのカスバは、アルジェリアの首都アルジェの旧市街を構成する一角の古称、ユネスコの世界遺産にも登録されている。なお、アルジェリアにはカスバと呼ばれる市街は他にもあるが、単にカスバといった場合には一般に、このアルジェのカスバを指す。カスバはアラビア語で、城西という意味がある。本来の意味でのカスバとは、オスマン帝国領下の16世紀において、 アルジェの丘に建てられたオスマン帝国の大衆の城塞のことである。この城塞と海岸線と起伏のある地形に囲まれた一帯で人口が増加し、アルジェの旧市街が形成された。そして時代が下ると、この旧市街自体のこともカスバと呼ばれるようになったのである。カスバには宮殿やモスクは残っているが、植民地時代の残死は大部分が姿を消している。カスバの魅力は、 高低差118メートルにも及ぶ起伏に富んだ地形、そのものと、そこを縫うようにして伸びる、ありしヒの謎と神秘に満ちたアルジェイザナウ、曲がりくねった細い路地、そしてそこに建てられた家のがいかにや、内部の特色などによって構成されている。アルジェの家は家々に囲まれた泉のある、四角い中庭に通じているのが、特徴的である。 カスバの高いところは急勾配になっているので、路地のほとんどが階段状になっている。専門家たちは、何、世紀にもわたって、互いに支え合うように、そしてもつれ合うようにして立っている家々が織りなす。建築上の機関が、この急勾配の土地の上に作り上げられてきたことに、京端の色を隠さない。本来の中心部は美しいもので、かつては、ムーア人都市アルジャザイルに、 アルジェラブランシュの名称をもたらした。しかし、現在のカスバは老朽化によって崩壊の危機に直面している。海から、あるいはテラスからカスバを眺めれば、まだ十分に美しいものである。しかし、実際に路地を歩いてみれば、その悲痛な様が明らかである。構造上、ある家が崩れると、それと折り重なっている家々も、ドミノ倒しのように倒壊の危機にさらされるのである。 旧市街の保全に関する研究は1970年代から現れ始め、それに基づく諸計画も実施されている。アルジェの新市街では家族のセレモニーはもはやかつての伝統的祭事ではなくなっている。しかし、旧市街であるカスバでは監修に今でも敬意が払われている。特に結婚式は古式ゆかしく取り行われるのである。カスバの建物は一軒が壊れると周りも、 崩壊の危機にさらされる。住民は数年家から離れて別の家を与えてもらうことを受け入れることになる。この場合、住民はアルジェ中心部から 20km のところにある集合住宅に住まわされることになるが、この種の住環境は整ったものとは言えず、遠いこともあって多くの人はそこへ移ることを拒否し、こっそりとなじみの外区に戻ってくるのである。 海とアルジェ港に近いカスバの低い部分は都市の拡張期には重要な商業拠点となっていた。しかし、飲みの位置が古い商店街で行われていることを除けばその面影はほとんど残っていない。カスバはしばしばアルジェリアを舞台とする映画や音楽作品に登場する。植民地下のアルジェリアで撮影された傍教ではフランスからアルジェリアへ逃亡した大泥棒ペペの潜伏先に カスバが選ばれた。劇中では、不穏な空気が流れ、世界各国の犯罪者が隠れる、怪しげな街として描写され、撮影は、スタジオ内のセットが主だった。傍教内のカスバの描写に対して、メルザーク・アルアーシュ、サイドゥールド・ケリファラ・アルジェリア映画界の人間は、朝日新聞日曜版に連載されていた、シネマ・チネマ・キネマでのインタビューにて不満を述べた。一方、 アルジェリア戦争を描いたアルジェの戦いではカスバは独立運動に参加する人々が住む街として描かれ撮影は実際にカスバで行われ多数の住民がロケに参加した上記の映画暴鏡をモチーフにして作られた日本の流行歌にカスバの女がある同曲は1955年に 江戸国枝が発表した際にはそれほど流行しなかったが、1967年に緑川あこがカバー版シングルレコードを発表して、以後は青山みなや藤恵子などが歌い、現在でも語り継がれる曲となっている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。